JR 日立大大駅付近、万木峠小倉橋佐野市赤見町腰床峠、国道293号は、茨城県日立市から栃木県足利市に至る一般国道である。茨城県北林海部と栃木県など内陸部との交流、連携を支える、東西約 175km の広域幹線道路。茨城県日立市を通る、 国道245号交点を起点に内陸部へ進み、日立大田市、日立大宮市、栃木県宇都宮市、鹿沼市、栃木市を経て、足利市の国道50号足利バイパス交点を終点とする。日立大田市街には、北行きの一方通行の区間と一方通行ではないが、愛路の区間があるためその区間に入る前の道路標識では、 この区間を通らずに市街を通り抜けるように先の方面が表示されている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り国道4号との重複区間は、宇治家焼いたバイパスも山椒茨城県日立大田市の市街地を通る原道区間は、福音が狭く屈曲しているため、ボトルネックとなっており、特に JR 日立大田駅前は朝、 有の通勤通学時間帯に慢性的な渋滞が発生する。このため、同市街地の北側で大きく迂回するバイパス道路の整備が進められている。国道293号400号栃木県中川町栃木県鹿沼市の中心市街では、国道121号293号352号の3連、重複区間があり、この区間の道路脇には国内でも珍しく、 三両線分だけ縦に三つ連なる国道標識が立ち並ぶトンネル主な橋梁道の駅24時間交通量ウィキニュースに関連記事があります投稿中の小学生の列にクレーン車跳ねられた児童6人全員死亡ありがとうございます